こんにちは。TSFCM の中条と申します。今日はですね、プログラミング教育は義務教育に必要かというテーマでお話しさせていただきます。簡単に私の自己紹介をさせてください。私はですね、フリーランスとしてプログラミングを書いているんですけど、それとは別でですね、5歳ぐらいの子供から小学生、中学生、高校、大学、大学院、それから社会人、定年退職の方まで、幅広くプログラミングというものを教えた経験がございます。その中でですね、時代の流れは2020年小学生のプログラミング教育が必修化されました。それからですね、2021年にはですね、中学生、中学校の学習指導要領にはですね、昔はですね、制御の基本的な仕組みを知るだけでよかったのが、プログラミングの制作、動作の確認およびデバッグなどができることというのが盛り込まれています。また2022年にはですね、高校生がプログラミング教育必修になりますと、新学習指導要領の必修科目の一つ情報1の中にコンピューターとプログラミングというものが含まれております。なのでですね、このプログラミングって本当に学ぶべきなのとか本当に必要なのかなっていうのがあると思うんですけど、個人的な意見としては、必要だと思います。なんでかっていうので、大体3つぐらい理由があります。まず1つ目が、これからの社会を生きる上で知っておくとめっちゃ超有利っていうことですね。めっちゃ便利だしめっちゃ有利で、もう1つがアイディアを形にできる人になれるということですね。で、3つ目が論理的に物事が考えられて成績が良くなるかもしれないという、メリットがあります。大体この3つの、メリットがあると思うので、順番に説明していきたいんですけど、その前にですね、プログラミングって何っていう話になると思うんですけど、プログラミングというのはですね、コンピューターに対してこう順番に指示を送って、その意図した動作をコンピューターにさせるっていうのが大体プログラミングであることですね。で、コンピューターが理解できる言語っていうのを、プログラミング言語って言ってて、で、それを使うことによってその指示を書き出す必要があったりします。プログラミング言ってるんですけど、実はですね、国はプログラミングを学びさせたいというよりは、プログラミングというものを学ぶことによって論理的思考能力を身につけることが大切なんだよというのが、大体の大枠としてあります。でですね、じゃあ実際にどんな教材が使われているかなんですけど、先生たち、私の親とか小学校の先生なんですけど、みんな何教えればいいのみたいな状態なんですね。で、そんな中で国が言ってる、文科省が言ってるのは、スクラッチがいいんじゃないか、結構いろんなスクールがあって、私のプログラミングスクールで教えてるんですけど、そのここでは、スクラッチというのを教えています。で、もう一個教えてるのがマインクラフト、マイクラって言われてるやつですね。小学生がゲームで遊んでる、3D 環境の、マイクロソフトが出しているゲームですね。コードコネクションというアプリのメイクコードというのを使うと、プログラミングを教えることができるんですけど、私のスクールではマイクラを使っていますと。で、他にもですね、小学校高学年になってきたらですね、もう JavaScript を教えています。もうマインクラフトとかスクラッチだけだとやっぱり物足りなくなってくると思うので、プロのエンジニアが実際に仕事で使っている言語 JavaScript というのを、教えるのが一般的なのかなと思います。私のスクールだと、大体小学校3年生だと難しいんですけど、それ小学校5年生ぐらいになってくると、もう JavaScript をかける子もちらほらいますね。で、結構割といいアプリも作ってる子もいますと。はい。でですね、その重要なのは3つあったんですけど、まず1個目、順番に説明していきますと、これからの社会を生きる上で知っておくと超有利という話からまず、していこうと思いますと。このですね、グローバル化や IT 化する予測不可能な社会でですね、どうやったら生きていけるのか、どうやったら幸せに人って生きれるのかなとか、そんな中のこのプログラミングというものをですね、武器にして戦うっていうのはすごい良くて、これからのリモートワークもどんどん普及するだろうし、場所にとらわれない生活というのも、する必要が出てくると思うんですね。で、その中で日本だけではなく、この世界共通言語であるプログラミングっていうものを使っていれば、もう場所にとらわれないで仕事ができる。これはすごいいいっていうのも一つだし、いろんな人とも関われることができるので、世界と戦える武器になるんじゃないかなと思っております。で、2個目ですね、アイデアを形にできる人になれるということなんですけど、絵に描いた餅だけではなく、その実際に物を作って、で、そのものがもしかしたら将来的にはゲームチェンジするようなアプリになったり、チェンジメーカーになれたりすると思うんですね。だからそれはすごい魅力的だなと思っていて、で、私のスクール TSFCM っていうスクールでもですね、8歳からプログラミングをやっている方にメンターとしてお願いしてるんですけど、彼はですね、もうプログラミングめちゃくちゃできるので、もう実際書いてなくて教える側にはなってるんですけど、その方はもう社会変革すごい起こしていて、もちろん社会問題たくさんあると思うんですけど、環境問題っていうすっごいでかい問題があると思うんですけど、その中の一つ、プラスチックの傘というものを世の中からなくしたい、この日本の
東京からプラスチックの傘をなくしたいということで、傘のシェアリングサービスみたいなのを速攻で作って、速攻で流行らせて、もう社会変革 JR とか巻き込んで、もうすごいいいサービス作ってたりするんですね。なので、もう本当に、なんだろうな、根本から社会の変革をテクノロジーで変えることができるっていうのが、まあ、すごいメリットだと思うし、プログラミングを学ぶことによって、まあ、その視界がどんどん広がると思うので、まあ、その絵に描いた餅ではなくなる技術ということで、すごいおすすめですね。で、3つ目なんですけど、これ結構見落としがちというか、私も教えてみて気づくことなんですけど、実際論理的に物事が考えられて成績が良くなるっていうことなんですけど、実際に私がですね、小学生に教えるときは、やっぱりすごいできる子もいるんですけど、大抵の子はやっぱりできないんですね。まあ、当たり前なんですけど、プログラミングっていうのは初めてだし、そのプログラミング的思考って何みたいな、いやいや、なんかもう遊びたいんだけどみたいな感じが強い子が多いんですけど、じゃあちょっと待ってって感じで、例えばですね、ここに物がありますと、この物を取るために自分はどうやったらここの物を手に入れることができるだろうっていう時にですね、大体プログラミングで何だろうな、2歩進んで左を向いて2歩進んで右を向いて3歩進んで掴むみたいな感じでプログラミングを組むんですけど、小学生大抵これできないですね。一発でできる子はまあ100人にいて1人ぐらいですね。なので行き過ぎちゃったとか、あれ後ろ行っちゃったみたいな子が大抵なんですね。じゃあどうやったら最短距離でこれを掴みに行けるかっていうのをプログラミングで書いていくんですけど、それってすごい実は論理的能力が身につくんですね。まずこっちのこう行って、こっち行って、こっち行ってみたいな、これだけの簡単動作でも実はすごい論理的思考能力が身につくことができるんですね。もっと複雑になってくると、もっとどんどん複雑なことも考えられるようになって、で実際に他の数学だったり国語だったり、そういったものの成績も本当に良くなってるんですね。本当に個人差はあると思うし、あまり大声では言えないと思うんですけど、でも大抵伸びてるので、実はこの論理的思考能力ってプログラミングがすごい役立つんだなと感じておりますですね。で、親御さんからも本当にプログラミングもっと続けていきたいと思うし、しかも子供がまず楽しそうなんですね。やった、動いた、やった、できるようになったっていうのがすごい楽しそうで、もう全然他の習い事って結構、私も習い事たくさんしてたんですけど、辛いのは結構多いと思うんですけど、プログラミングは本当に子供が楽しめるおすすめなスクールだと思うので、ちょっとやらしてみてもいいんじゃないかなと思っております。大人もそうなんですけど、大人もなんかよくいるじゃないですか、口だけ人間みたいな人いるじゃないですか。ちょっとあまり言えないかも、言ってることはすごいあるんだけど、でも実際に行動とか見てみると、あれ本当に言ってることとやってること違くないみたいな人結構いると思うんですけど、なんかそういったこともなくなるというか、なんか言ったことはちゃんと論理的に考えてるので、あ、ここをこう、これやってこれやってこれやればこれが達成するよねみたいな。私もプログラミングやる前は結構ガーってやって、まあ、今もそうなんですけど、結構行動が先に出ちゃうタイプだったんですけど、まあ、それもこの行動したらどういう結果があって、じゃあその結果があるからこういうものがある待ってるよねとか、なんかそういうのも一個一個考える力っていうのをプログラミングを学んどけば、論理的に物事が考えられるようにはなってくるんじゃないかなと思います。なのでですね、小学生もおすすめなんですけど、実は大人もおすすめですと。ぜひですね、プログラミングちょっとでもいいのでやってみてもいいかもしれないですね。プログラミング自体も面白いと思ってて、プログラミングも楽しいんですけど、でもプログラミングを使ってさらにいいサービスだったり、社会問題解決するだったり、なんだろうな、プロトタイプたくさん作って世の中にどんどん面白いアプリ出したりとか、なんかいろんな目的があってもいいと思うんですけど、本当にいろんなことができるようになるし、まずそもそもプログラミングが楽しいと思えるようになればもう勝ちですね。というわけでまとめると、これからの社会を生きる上で知っておくと超便利っていうのと、あとアイデアを形にできる人になれるっていうのと、あと論理的に物事を考えられて成績が良くなる、この3つが結構プログラミング教育っていいなと思ってるよ、私の個人的な見解でした。はい、じゃあ今日は以上になります。いいねやコメントやチャンネル登録もお待ちしております。それではですね、皆さん、良い一日をお過ごしください。またねー。